島根県における沖諸島沖の歴史では沖諸島の歴史について解説する。日本海に浮かぶ沖諸島は古代には沖国として自立的な地域を形成し、またオンルの国としても知られた。近代には島根県沖郡となった。戦後は過疎化が進んでいる。佐々木家住宅や沖郷土館では沖の歴史に関する展示物を見ることができる。 沖郷土館の前に展示されている丸木船沖島後の西郷蝶椎とご仮村久しみには、惰性石器の原料としての黒曜石を産出する。紀元前5000年頃に、縄文早期前期の遺跡が、西郷蝶椎の近くに、宮尾遺跡が、久しみの近辺に、中村港遺跡がある。これらに、遺跡は、石器製作跡と推測されている。サヌカイトより、 強力な、沖の黒曜石は広く、山陰地方一帯の縄文遺跡に分布し、東は、能登半島、西は、朝鮮半島にまで及ぶ。弥生時代後期に、水稲栽培が島に入り、道後南部の八尾川下流東岸に、月、無遺跡が出現する。沖には、約200基の古墳が分布。八尾川下流に、沖最大の前方後円墳である、平神社古墳がある。 奥木や宝物館の駅例、大火の改新以前には奥木国像が設置され、玉若随の地神社宮司家である奥木家が国像家であったと考えられている。646年奥駅例2個を呼び、奥木国総院が西郷町の玉若随の地神社に置かれた。奥木国設置の年代は不明だが、大火改新後全国に国軍が置かれた時から、 存在したと考えられる。また、当時の木管には、陰気国と記しているものもあり、設置当初にはこの名称が使われていた可能性もある。沖国府は、弥生時代から、初頭最大の中心地であった島後の八尾川下流に置かれたが、具体的な所在地については、下西の大地にあてる河の原説と八尾平野にあてる説がある。国分寺、国部甘寺についても、 所在地は必ずしも確定的ではない。古代の沖国は三陰道七国の内下国で、都からの皇帝は上り三十五日、下り十八日と定められていた。奥木や宝物館には国の重要文化財に指定されている駅霊が展示されている。日本海の離島沖は古代から牧海や白木との交渉も記録されている。 七百六十三年には、渤海から帰国する、日本施設、ヘグリムシマロウの一行が、日本海で遭難して、沖に漂着し、八百二十五年には、渤海国志交渉空103人、六十一年には、渤海国志里巨星ら百五人が、沖国に来着している。日本と白木との関係が緊張すると、沖国にも影響があり、八百六十九年には、 沖に、石弓氏が置かれ、870年には、出雲、岩見、沖に、白木に対する警備を固めるよう命令が出された。888年には、白木国人35人が沖に、漂着。943年には、白木船7隻が、宿り聞きするなど現実に白木との交渉が生じた。和妙類受賞の群郷、和妙類受賞によれば、沖国は四軍。 十二郷に分かれていた。の覚号である。落ちぐは、古い時代には、薬道軍と呼ばれていた。演技式内社沖一宮である、水若須神社、演技式神明町に見える沖国式内社は十六座十五社、あり、明神大社は、以下の四社。駅園の地にもかかわらず、明神大社が多いのは白木に近いため、国防上の見地から、 朝廷の尊失を受けたためとされる。このほか周吉軍の式内社玉若随の知神社は、国府所在地にあり、沖僧者とされる。後鳥羽天皇五家荘塚研究四年、沖一国寺当職に、佐々木貞綱が部任されたことが、あずま鏡に見える。上級三年には、後鳥羽上皇が、天軍に流され、中九年間廃所で過ごし、現行二年には、 五代醐天皇が配慮される。天皇の配慮地は、沖東後の国分寺説と島前黒木五所説があり、決着がついていないが、天皇はやがて脱出する。室町時代の守護は、京国市で、沖守護代となったのは、京国市一門の沖市で、東郷の宮田城、後に、下西の河のお城を本拠地とした。これに対して、在地勢力は、 沖氏に対立する毛利氏の支援を得て、両者間に戦いも起こったが、天子氏の滅亡とともに、沖国は、毛利氏一門の吉川元春の支配となった。西の島の昇華新社慶長5年、堀尾義春が、出雲、沖の国主となるが、寛永11年から、室町時代の沖出雲の守護家の子孫である、京国忠敬に変わる。寛永15年には、 松平直政が出雲に入り、以後の沖は、幕府の天領となった。幕府から統治を委託された松江藩は、西郷に陣屋を置き、軍隊に総括させ、島前と島後にそれぞれ大官を派遣して行政に当たらせた。沖の総国高は1万8千国とされたが、実高は1万2千国ほどであった。 重要文化財の佐々木家住宅島後の西豪港は18世紀から北前船の風町、補給港として賑わうようになった。これは沖東後が能登から下関あるいは博多に直行する沖乗りのコースに当たったためである。西豪港には船宿を兼ねた富屋が置かれ、自ら海鮮業を営むものもあった。この頃、西の島の昇華神社が、 海上安全の神様として北前船の信仰を集めた。北前船は、安木の鉄や米を日本海一帯に供給する機能があったため、その後も大きい三保の関安木館の航路が存在し、航路廃止になった現在でも安木市には、北前船の流れを汲む沖気船の死者が存在する。百三十六年に建てられた佐々木家住宅は、沖西湖の木造住宅である。 明治元年、沖騒動が起こり、新館と庄屋の正義党が、松江藩沖軍隊を追放し、王政復古で沖は、朝廷御領になったと宣伝して、自治を行った。松江藩は、沖に出兵して一時沖を奪回するが、間もなく、鳥取藩が仲介して、松江藩兵は、撤退、自治が復活した。明治新政府は一時沖を、鳥取藩に預ける。 明治2年2月から8月まで、沖国に沖県を設置して独立させるが、その後幕府の岩見銀山領を前身とする大森県に統合された。新政府の方針は決まらず、沖地域の所属は、島根県と鳥取県の間で遺憾を繰り返し、明治9年ようやく島根県への所属に落ち着いた。 沖市町長者島根県に編入された沖諸島は古代、以来の海志軍、地部軍、周吉地軍、お知軍の4軍に分かれていたが、1888年になって、島根県庁は軍を廃止して、沖島町を設置、島司が行政に当たった。1904年には、島後に、西郷町など1町7、村が、島前に4、村が設置されている。 1905年2月15日、竹島が日本の領土として確認され、後に五家村の所属とされた。これは西郷町の中井大三郎がアザラシアシカ領のためにリャンコ島の賃貸を政府に求め、政府が島の所属について確証がないことに気づいたためである。リャンコ島は竹島と名付けられ、沖東市の所管となった。 沖東町は1925年に沖市町となっている。1965年に開港した沖空港、第二次世界大戦中は軍事基地もなかったため戦災も受けず、かえって疎開者が来島し、終戦後は外地からの引上げ者で人口が増えた。しかし、日本経済の高度経済成長が始まると都会への移住者が増え、沖諸島では、 次第に過疎化が進行した。1953年に離島振興法、1970年には過疎地域対策緊急措置法などが適用され、基盤整備が進められた。1963年には大仙沖国立公園の指定を受け、また1965年には西郷町に沖空港が建設されたことで、西郷町が沖観光の基地となった。 1969年に旧沖国の4軍が一つになって沖軍が成立した。1990年代後半から2000年代前半の平成の大合併の際、2004年10月1日には西郷町、伏村、五花村、妻村が合併して道後全域をカバーする沖の島町が誕生した。島前の二町一村も合併に向けた。 協議会が設置されたが、時期尚早として合併を見送った。道後は1町3村が陸続き、島前は2町1村が、単独の島で成り立つという地政学的な問題に、加えて各党の経済的、社会的な相違も合併を見送った理由である。島根県庁は現在でも沖ノ島町港町に、沖市町沖、県民局、農林局、水産局、 県土整備局を設置し、西の島にも沖市長島前集合庁舎を置いている。また、島根県警も、道後の旧西号地区に沖の島警察署、島前の西の島に浦号警察署を設置する。沖郡の住民は全部で約2万4000人である。沖の地政図1889年以後には、日本各地に町村制が施行されており、 1908年には日本各地の当初地域に当初町村制が施行されているが、沖諸島には当初町村制以前の1904年5月1日に島根県沖国における町村の制度に関する県が施行されている。これにより1904年には島前に4村が、島後に1町7村が設置された。現在は島前に西の島町、天町、 千部村の二町一村があり、道後は全域が沖野島町となっている。天町、千部村は1904年から自治体域に変化がない。竹島竹島は沖島の北西約157キロに位置する岩礁である。 1905年2月22日の閣議で、島根県沖東市の所管とされ、同年5月17日に、島根県の勧誘大庁に記載されている。戦時中は、海軍用地として、舞鶴沈樹府の所管となる。1953年から、韓国の実行支配下にあるが、日本政府の見解では、日本国の国有財産として、財務省理財局の所管となっている。 海上保安庁は沖ノ島町に沖海上保安庁を置いて周辺海域警備に当たっている。ありがとうございます。